ディケーターはアメリカ海軍の駆逐艦。ベインブリッジ旧駆逐艦の5番艦。艦名はスティーブン・ディケーター大将にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ディケーターは1899年7月26日にバージニア州リッチモンドのウィリアム・アール・トリグ社で寄港、1900年9月26日に MD 名誉によって浸水し、 1902年5月19日に艦長 LH チャンドラー大尉の指揮下収益した。リケーターは第一水雷小艦隊の先導艦に指定され、東海岸及びカリブ海での訓練及び艦隊演習に1903年12月まで10時、その後小艦隊はノーフォークを出港し、スエズ運河経由でアジアステーションに向かった。 1904年4月14日にフィリピンのカビテに到着。リケーターは中国沿岸での訓練及びフィリピン海域での巡航を行い、1905年12月5日にカビテで予備役に置かれた。その後の3年間は1908年1月及び2月のフィリピン南部5月のサイゴンを含む各地への巡航を行った。 ディケーターは1909年2月18日に予備役となり、1910年4月22日に任務復帰し、保管状態に置かれた。1910年12月22日に任務に完全復帰し水雷召喚隊との作戦活動を再開、1917年8月1日までフィリピン南部海域及び中国、日本の港の間を巡航し、 その後地中海に派遣された。アメリカ海軍偵察艦隊に配属され、10月20日にジブラルタルに到着、1918年12月8日まで、大西洋及び地中海で偵察、戦団護衛任務に従事した。ディケーターは1919 19年1月6日にフィラデルフィアに到着し、6月20日に退役した。その後1920年1月3日に売却された。 チェスターにミッツ提督はその経歴の初期に、リケーター官長として、フィリピンで勤務した。ありがとうございます。